おはようございます。おはようございます。寒すぎるやろ。今日の特命、はい、ずっと外です。大寒波の日です。2018匹の犬を探せ。単純計算1時間に200匹探すなあかんよ。ハイペースやな。行くぞ、もう時間がもったいない。この時間ももったいない。行きましょう。犬探せ。犬年の今年、2018匹の犬を探す旅の始まり。あれ犬犬大量ですわ。行っちゃいますわ。早朝の公園は犬ラッシュ。チャレンジと思いますロケ開始は午前6時。それぞれカメラと1日乗車券、所持金1000円も受け取りました。はい、そうです。おった、おった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 。これは長い公園。はい、ちょっともいいですか。うわうわめちゃくちゃ怒られよる。もうあんたのみんな今日みんな食べてしまった。うわ乗ってきた、乗ってきた。いやー幸先いいですね。まだいます、まだいます。その時はそう思ったんです。ちちゃんおはよう。早朝の長井公園は犬の散歩ラッシュ。その後1時間で20匹のワンちゃんと出会いました。一方大阪城公園に向かった医師は早速いた。2018年ということで2018匹の犬を探すということで、はい、これはいつも散歩されてるんですか。毎日。あ、毎日。雨が降ろうが槍が降ろうが、はい、毎日来てます。この時間に、はい、あ、大阪城公園では毎朝6時半にラジオ体操があって犬も集まります。着いた時には体操は終わってしまっていて姿はまばらでした。残念。新金岡の住宅街、ワンちゃんおったらいいですけどね。おはようございます。すみません、ワンちゃんちょっと動画で撮らせてもらうことってよろしいですか。ここ、はい、ここちゃん。降りました。降りました。住宅街あるな。もうちょっと探してみます。その後大泉緑地に移動。ここでも9匹のワンちゃんに出会いました。それぐらいか。ワンちゃん以外にもこんなおじさんにも出会いましたよ。飛行機ありましたけどあれ全部お父さんです。おお。すごい突風の中ずっと感じてました。ただいま、大阪城公園から移動しまして、着きましたのは、ウツボ公園。ありがとうございます。今あの犬を2018匹探すというロケをやってまして。ウツボ公園では6匹のワンちゃんに出会いました。そして午前10時過ぎ、朝の散歩ラッシュが終わり、ここで僕たちはある決断を下します。だってこの時点で50何匹無理だ。だからペットショップありにしよう。ペットショップ入れても無理で。他にも犬にまつわるグッズや写真も OK という自分たちに甘すぎるルールに変更。ここからは怒涛の犬ラッシュ。どこか？ペットショップを中心に回るイッシーと、引き続き公園、河川敷などを回るマッシー。さあここで今回ロケで出会ったワンちゃんたちをどん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 見せちゃいますよ。みんな可愛い。さあ見ちゃって見ちゃって見ちゃって、サービスタイムです。でも小型犬が多いんですかね今やっぱり。そうですね。果たして2018匹のワンちゃんと出会えたのか。いろいろな場所行って探してきたけど、どうやった。犬好きな方やけど
もう今年は見たくないかな。気になる結果はこの後です。はい、ということで、はい、頑張ったけど、もうこの振りは絶対達成してますよ。だって写真も OK にしてます。まだ固くなって信じてらっしゃる。ジャスティンさんの仲間です。ああ、もうそこはどうする、はい、さあ、はい、一応僕たちはですね、朝6時から、はい、行きまして、夕方の4時ぐらいまでですか、10時間ずっと外に出て、いろんなところを走り回り、ワンちゃんたちを探しました。はい、さあ、その結果なのですが、うん、モニタードーン67、はい、挑戦者申し訳ございません。そうでした、すみません、67人でした。どう責任取ってくれるんですか。申し訳ございませんでした。100本もいかへんって感じ。すみません、まだ1500匹でしたとか言えたらまだ分かるんですけど、はい、67匹ってもう、はい、すみません、この67というのが、はい、あの実際にあった犬の数を公園とかで、はい、実際に生で見たワンちゃん。じゃあ、あのいろんなドッグも入れたら、うん、いろんなドッグも入れた、あのルール急にガバガバになったやつ、はいはい、入れたら、あの、うん、1245っていう中央。それでも、それでも全然2000には届かない。ありとあらゆるペットショップを回りまして、ペットショップも、はい、数えていって、ドッグカフェとかはもう行ってないですね。行ってないかい、行ってないですけど、ペットショップに犬のキャラとかを探したのですが、だいたい半分ぐらいで、すごく中途半端な結果になったので、本当にすいませんとしか言いようがない。全然です。はい。すいませんでした。すいませんでした。やっぱ朝が多かったの。朝のその通勤通学前にその散歩されてるんですけれど、やっぱ日によりまして行った日がすごい寒波寒い日やったんで、ちょっと寒かった。あとなんかピークが6時半ラジオ体操やってるのがめちゃくちゃ集まるらしく、僕らが着いたのはもう7時ぐらいやったんで、そこに行けたとしても多分ね、あとプラス20匹あるから結局3桁もう行けないくらい、20匹増えるかどうかですね。ワンちゃんたちの保護施設とか行ってほしかったな。私の知り合いの方がいらっしゃって、そこもちょっと取材させてもらって。元彼、違う、やめて、涙出るから、もうやめて。あんま喋らなくなりますよね。今見すぎでね、ちょっと分かった、はい、僕思ったんですけど、はい、ちょっともうね、だいぶネタが尽きてきてると思うんですよね。で、企画倒れ感がすごく否めないので皆さんに、はい、ぜひとも2人やってほしいことあったら募集しましょうよ。そうですね、それが一番。確かに、うん、何でもしてくれるんだ。何でもします、何でもします。もう犯罪以外なら何でもする。何でもしますよ。来週一回休め。いや、出る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 。ワンクール休め。いや、ワンクール長っ。それはもう絶対卒業じゃないですか。暇になるから。何がいいかな、何がいいかな、はい、何でもしますんで、はい、皆さんどしどしと匿名募集しておりますので、はい、よろしくお願いします、ね、お願いします、はい。まあ、今回はちょっとあの難しかったと思うので、うんうん、まあ、ギリギリ無理かな、でもやってほしいなみたいなことをね、はい、送っていただきたいと思います。全力で挑みますので。草野球の助っ人とかでもやりますし。ああ、そうでもいいよね。お手伝いで、ね、マッシーは何がお手伝いできるの。僕何でもできますよ。じゃあ赤坂さんに彼氏を作れ。あ、あ、なるほど、一番むずいやつです。おー、なんでや。全然先が見えないですね。あとさ、あのやっぱこの時期って、はい、みんな滝修行とかしないけど、滝修行行ったらってこと。いや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 、絶対長野先生来るでしょ。スパルタンのあの中の人が来るでしょ。再びみたいな。再び結構トラウマなんですよ。バービー再びみたいな。そうなんですよ。この放送見てたら多分バービーやらされますよ。バービー見せますよ。ほら、でもこの結果やったらバービーでしょ。俺もね、まず67回バービー。うわー、やばいやばいやばい。見つけた方もバービーせなかった。されなかった方じゃなくて、ね、意外といっぱいあってるようでそれぐらいなんですね。だからね、はい、ということで、はい、さあ今回はこんな結果になってしまいましたが、はい、さあこのコーナーでは今後も皆様からの匿名をどしどしと募集しております、はい、番組ウェブサイトか SNS いよひかりチャンネルの YouTube にコメントをいただければ大丈夫ですので、はい、どんどん匿名よろしくお願いします。以上、匿名芸人うどんとみかんでした。